代わりがね始まる前にこう夜が明けるわけ。こう朝になってこうちょっと太陽がちょっと見えてきて、それで少しずつひまわりのイントロのメロディーがこう聞こえてくるわけ。ピンとでったとちょっとずつ聞こえてきて、朝を迎えてひまわりがこう貴様の方を向いていくみたいな、そんなイメージなんで。オーケストラっていう巨大な恐竜みたいな人の圧みたいな木みたいなのが襲いかかってくるので、それをこう引っ張っていく分、例えばすごい小さな庭ですとこういうふうにやってくださいって言ったら、それを全員がそのことにフォーカスすると全部がトゥーマッチになってしまったりもするわけね。やっぱりその人数分の指示がそう、それぞれの個が出てきたり、あるいは全体になったりっていう、そこのバランスがとても難しいですね、やっぱりこういう音楽はね。でもまあ葵も去年は結構タジタジだったところもあったんだけど、1年経ってすごい成長してくれてたから、すごい安心感が。でもなんか手応えはいいよ、うん、すごく。あのおそらく竹田さんも葵くんも割と今日は収穫を得てるんじゃないのかなと思います。そのコンセプトはまあデビュー30周年だったからさ、それでまあ僕が今まで作ってきた曲をこのシンフォニックなアレンジメントでっていうのが基本になっています。例えば今日リハーサルした交響詩希望みたいな曲は随分前にその作ったファイナルファンタジーのために作った曲ですが、普段 の, そのバンドのバンドのコンサートツアーとかではやっぱりなかなか取り上げられないレパートリーなので、こういうフルオーケストラでやった方がちゃんとこう伝わる音楽なので、あとルテンの王妃というドラマのために書いたサウンドトラックなんだけど、こういうのもやっぱりオケあってのことなので、だから普段のツアーではなかなかこうできなかったレパートリーを、まあ、メインに据えて、まあ、一部はだから自分の曲、まあ、もちろん富田先生の曲が1曲入ってますけれども、自分の曲でそのオケに似合う曲を用意させていただいて。で休憩を開けた2部に関してはもう少しこうポップオーケストラ的な味わいになるんですが、まあ、ひまわりからスタートして、で、まあ、ムーンリバーだとかモーツァルトのコンチェルトなんかも今日もリハーサルでやってたんだけど、あの曲は実は僕の大学の時の入試の課題曲だもんね。なんで50超えてその入試の課題曲やってるのか意味わかんないんですけど、なんか初心に帰るっていうか、そういう意味も込めてそれをやったり、コンテナとの5番って1曲全部聴いた場合20分以上なので、それを5分にまとめるということも楽しかったし、まあそういうのは僕しかできないだろうなと思って、こういうことは逆に言うと知らなくて来て、でまあね、モーツァルトの前多分僕もこれ大学の入試の曲なんですなんて話もするかもしれないし、そしたらお楽しい曲だなと思って今度オリジナル聴いてもらったらもっといいし、
なんかそういう、まあ、橋渡しじゃないけれど、やっぱりね、楽しい音楽世界中いっぱいあって、で、まあ、ジャンルを超えて僕はいろいろ音楽を、まあ、あの自分の中でやってきたから、それをやっぱり紹介してあげるのは僕の割と得意な仕事だと思うんで、それはなんかこういうサウンドだとより一層伝えやすいのかもしれないよね。まあ、ロマンスっていう曲も小学校の時に大好きだった曲なのね。ベートーベンも、ベートーベンは割とこう基本的にはそんなに肌が合わないんですけどなんかベートーベンの中では好きなメロディーっていうか音楽で、子供の時によく弾いてたので、その曲をまあアレンジして自分のルーツをもっぺんこう紐解いてるみたいなところもあるのね、その辺の曲たちは。まあ、ベートーベンなんて本当に原曲っていうか元の音楽はすごいこうドイツ的なジャーマンな音楽なわけですよ。まあ、あとは With One Wish を今回は全ツアー参加してくれるオーボエの最上くんにとデュエットしようと思ってるの、ね、なんかそういうちょっとスペシャルもあるし、まあ何しろ僕のコンサート今まで来てくださってるそのファンの方にとっては、こういうクラシカルな、まあ、純粋なクラシックのオーケストラとはちょっと毛色は違い、肌合いは違うんですけれど、でこういうサウンドを普段こうね、あまり耳にしたことのないお客様もたくさんいらっしゃると思うので、そういう方たちにとっても新鮮に、ああこんな面白いんだ、華やかに聞こえるんだとか、そういうところを楽しんでもらえたらいいな。逆に言うと僕なんかは小学校の時からずっとオーケストラやってるから、なんか馴染みの音でもあるんだけれど、まあ、だ今までその、まあ、クライズラーも含めてバンドでずっとやってきたなんか自分の音楽と、そのもっともっとちっちゃい時に慣れ親しんでいたこのクラシカルなオーケストラのサウンドを今一度、まあ、デビュー30周年ということもありますので、一つにしてみたいなと。素晴らしかった。